三つのコラールは、セザール・フランクが1890年に作曲したオルガン曲。フランクが完成させた最後の作品となった。サントクロチルド聖堂のパイプオルガン1890年の初夏に交通事故にあったフランクはその後遺症に苦しみつつ、同年11月18日に呼吸器官染によりこの世を去る。悪化する体調の中で書かれたこの曲は、 フランク最後の完成作品となった。フランクは1860年からパリのサントクロチルド聖堂でオルガニストを務めており、この教会に建造されたアリスティド・カバイエイコール・コル制作の手鍵盤三段を、要する最新鋭のオルガンから豊かな着想を得ていた。例として、強弱の幅の広がりが大きく、多彩な音色の変化が可能なレッシュ鍵盤の使用を上げることができ、この 三つのコラール第三曲においても効果的に用いられている。フランクは作曲に際して音線決定のためにこの教会のオルガンへ再び向かうことを熱望したが彼の病状がそれを許すことはなかった。三つのコラールと銘打たれているものの第三曲が過労じてフランクのオリジナルのコラールであることを除いて他の曲は変奏曲として仕上げられている。 作曲家の八代キ夫は、この事実に対し、プロテスタントではなく、カトリックであったフランクにとってのコラールとは、彼自身が神を称え、信仰を告白するための心の歌であったと考えている。また、フランク文化のヴァンサン・ダンディは、詩の言葉を引用して、全曲を通じて、コラールは形成されると解説した。曲は1892年に、デュラン社から出版されており、 出版符では、第1曲が、ウジェーヌ・ジグー、第2曲が、オーギュスト・デュラン、第3曲が、オーギュスタ・オルメスへ検定されたことになっている。しかし、走行段階では、検定先は明示されておらず、ダンディによれば作曲者自身は、第1曲を、アレクサンドル・ギルマン、第2曲を、テオドール・デュボア、第3曲を、ジグーへ検定するつもりだったようである。 この検定に関する混乱についてはデュランが故意に、もしくは誤っていったとする説、フランクの息子が原因だとする説などがある。なお、ブランシュセルバやハロルド・バウアーによるピアノ編曲版もデュラン社から出版された。ダンディはこの曲がこれに被験しうるものは大バッハの傑作以外にないと激称する言葉を残している。ヤシロはフランクに浸水するダンディの言葉をうみには、 できないとしつつも、フランクの創作の最後を締めくくる、三つのコラールが、彼の最高傑作、並びに、オルガン音楽史に輝く、金字塔の一つに数えられると評価している。約42から43分主題群と二つの、変装、及びコーダからなる自由な変装曲。曲は、フレー一に示す深い趣きを持つフレーズに始まり、七つの、 フレーズの連結によって構成される。フレー1主題の提示が完了すると、カンタービレの指示の下、十16部音符主体の第1、変装に入る。この音形変装が終わると少し間をとって4、4拍子、マエストーソとなり、ホルテッシモで堂々とした感想が現れる。ここでは、数小節ごとに緩急が入れ替わり、即興的な印象を与える。次に3、4拍子。 古誕調となって、第二変装が開始される。ここでは目まぐるしく転調が行われる中、対法的に主題が組み合わされるなどの作曲技法が展開され、盛り上がりつつ、コーダに至る。コーダでは補聴調に戻って、堂々たるクライマックスを築き、そのまま集結する。フレーにで示すオスティナート主題によってパッサカリア風に開始される。フレーに三連符を伴う、 第三変装まで厳粛に進められた後、オスティナート主題から派生した新しい主題を伴って自由に展開されていく。ピアニッシモの和音をフェルマータで長く伸ばして一段落すると、突如、ラルガメンテコンファンタジア4、4拍子となり、ローンの競争によってレチタティーボを思わせる激しい感想となる。その後、3、4拍子と単調に転じて、 オスティナート主題の前半部を用いたフガートが開始される。展開が進むにつれて、これまでに現れた様々な要素が複雑に組み合わされて再現され、クレッシェンドを経てオスティナート主題が高らかに再現される。これが終わると急に穏やかになり、露長蝶の響きの中に安らかに終わりを迎える。トッカータ、コラール、アダージョの三つの要素からなる。全三曲中。 最もよく知られている。曲はフレーんによりトッカータ風に始まる。この楽奏と交代する形で、コラール主題が二つに分かれて提示される。フレーん時にイチョウチョウとなり、アダージョブ文となる。アダージョブの主題は、主に二つのフレーズから構成されており、音色や音域を変え繰り返され、コラール主題と組み合わされるなどして落ち着いた進行を見せる。最後に、 コラール主題が半分の音下で再現されると、給付を長く伸ばして1呼吸を置く。続いて、これまでの2倍の速度となって、トッカータ主題が回帰し、16分音符の急速な動きが絶えず繰り広げられる中、コラール主題が顔を覗かせてくる。クレッシェンドの後に頂点に達すると、16分音符の音形を伴奏に、異端調でコラール主題が姿を現す。 これによって、荘厳なクライマックスを形成し、最後は、イチョ,チョウの手話音で全曲の幕を閉じる。注釈出典。ありがとうございます。